勢代表の、はい、アライはカナダですかね。カナダか。世界代表。世界代表。世界代表チームと、まあ、今回ゼロとかいないんでね、はい。まあでもよく来てくれましたよ本当に。はい。ありがたいですね。さあ来たぞ、ナイロ、アライ、マリオ、ゼロス、サーマス。さあこの じゃんけん自体は世界共通なものの、はい、タイミングが国によって違う。今じゃんけんの取れ申しでアライとソングンがじゃんけんを交わし、アライ勝利。海外でもなんかペーパースターロックとか、じゃんけんっていう何かしらの固有名詞はないんですね。ライラットクルーズアライ拒否ということはどこになるかな。ライラットは横狭いんで、はい、村町をリンソングが消して戦場を消した。残るはスマムラか終点。さあどちらを選ぶ。スマムラを選んだ。やはり一番出てきますね。いや見ていきましょう。アライ・ナイロ VS リンソング。さあラッシュつかみ通らず無敵。2個黙って。もう3つ目が今ミスりましたね。しかし、しっかりカバー。ほらあーやはりー、スマッシュ暴発に1回目の闇が。これが日本の闇。まず、おっと今たまらなかったですね。分かっている。怪しかったが、方向逆だったのが怪しかったですね。着地しっかりと、うん、最大ターン取ってきますね。こうやってやると関係ねえと。さあ分断はしっかり意識している。後ろに上げて、これまとめてマリオに当たってしまった。アライを吹っ飛ばした。ジャックから当て投げ狙っていくが、しっかりとピカチュウの前投げに合わせていって、さあまずリードしていったのは、はい、おっと後突きしっかり上様買いました。ほらおっと前飛ばしていたところにアライが完璧に待って、そうですね待ってましたね。そして登ってドーンと食らいついていく。後突き着地好きないんでね、あれ今ジャッジ間に合わなかったですね。しっかり火力より、はい、上に上げるよりしっかり横に飛ばすっていうのを意識してますね、はい。さあほらで、ナイロの2人はですね、はい、ピカチュウの動きをどんどん止めて。そうですね、これまだ溜まってないですからね。どちらかというとアライナイロ優勢ってところでしょうかね。そうですね、それでしか倒されないんであれば問題ないんで、はい、そうですね。でピカチュウにすごい手痛い反撃、今の弱一発とかも、はい、今しっかりうまいですね。さあしかし日本の闇が少しで空中にリレーかけて、ほら2人で追っかけていて、ナイロ、アライ分かっている。ナイロが前に行くのをしっかり分かって引いている。チームワークはバッチリか。アライ、ナイロ想像以上の破壊力で有利に、おっとしっかり下投げ回避分かっている。これ賢いですね。これでナイロに下火を当てれば、そうですね、これは早めに使いたい。さあ弱でしかしこれもうゲッチ溜まってますからね。全然さあ空後ろどん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 ギリギリ無双者ってこれが伝わっているんです。完全に五分。さあもうこれ空後ろうまい連携の精度。ナイロの投げに対するこの合わせ非常にうまい。に対して雷が当たった時にめちゃくちゃ手痛い反撃を、そうですね、加えているのがきついですね。かなりダメージ取ってますよね、はい。あのマリオも下投げからのコンボではなく、うわ弱分かってますね。これが世界の壁なのか。あんちゃんありがとう。クッシュ暴れ痛い。あーアライを掴んで上強分かっている反撃の判断非常に速い。掴んでおっと思ったより速いのか。カバーも速い速いですね、
坂見歩きで予測してる。おっと何を読んだんだ。後ろ上げで、ね、この後ろ上げ今チャージ入ったんで怪しかったっ。そうですね、上かせっか潰していく荒井ナイロ一本選手、さすがっすね。いやナイロの最大板の取り方が非常にうまいですね。またもう序盤結構押してたと思ったんですが、そうですね、それに対するアームの取り方が、はい、そして今戦目よりきつくなるでしょうね。リーソングチームとして何か大対策を、ね、見つけていきたいところ。これ自分たちからフリー状況になった時のリターンの取られ方が多分想定外くらいの感じだったのかも、はい、そんなに食らうかと、はい、タイマン状況になった時の、そうですね、強さが、はい、出ちゃいますね。あらしっかりこのナイロ、暴れてるナイロカバーしてますね。あらいサマーアール半端じゃないですか。半端ないですね。まだゴー、ナイロが追いかけていく。なんだ上にいるんだったら上に当てればいいと、単純だがそれが難しい。しかし決めていった、受け身しっかり、受け身もバッチリだ。めっちゃナイロが強すぎる。なんだこれは。さあ電撃回避しっかり見ている。マリオ0223というから、これわかっている。上にいるなら上見で飛ばせばいい。真上にために行ったところゼロサムの上に非常に強力ですね。さあマリオが横付けカバーしたら上に広まれて上スマッシュ当たるの。おっと復帰阻止、さすがに届かないか。さあこれは美味しいの。ここでマーストック全然奪える。今前投げを意識してましたかナイロは。さあ回避読み合いするがギリギリ届かず。さあそうですね、ちょっとパーセントはいなかったですね、届かなかったですね。しかしまだまだあれ、お互い分かっている。ギリギリブロックサンド出ました。ブロックサンドさん、うまい。後ろ投げに相手もしっかり対応。これが世界の、これが世界の荒井ナイロ。さあリンピカチュウ絶望的か。おっとジャグに下火合わせに行った、つかみ当たらず。つかんでいる、上ビー、上ビーナイロのコンボ精度。これが世界最高峰。いやすごいですね。すごいですね。対策もバッチリでしたね。アライナイロがベスト8にします。いやいや想定外の